はい、どうも、銀杏と申します。魔女たちの眠り、今回で2回目です。では続きから始めていきます。この村には宿がないんですか？そうなんですよ。そりゃあ弱ったな。僕は川村巡査と一緒に金山委員を後にし、村の中心部を歩いていた。まあ中心部といっても村で唯一の信号と何軒かの商店があるだけで、あとは山と畑の平和な世界が広がっている。幸い金山医師の治療のおかげで体調を思ったよりも回復し、もう歩く分には問題なかった。しかし困ったな、宿がないだなんて。とにかく何としても村にとどまって彼女のことを調べなければ。やはり事件の真相はこの村のどこかに隠されているような気がしてならない。どうせこんな村見て歩いたって面白いものは何もないですよ、川村巡査は言った。やっぱり隣町まで送っていきましょう。あそこなら駅や民宿もありますし。いや結構です。僕はつい大きな声を出してしまった。冗談じゃない、今はまだ村を去るわけにはいかない。しかし僕のあまりにも強い否定に川村巡査は口を開けて驚いている。まずい。雨が降りそうだな。僕はごまかそうとした。こうなったら話題を変えよう。そうすれば、あらら、本当だ、これ荒れそうだ。川村巡査は空を見上げていった。よしよし、成功だ。さあ、雨が降らないうちに急ぎましょう。何？どうしよう、このままじゃ本当に村を追い出されてしまうぞ。どうしました？ダメだ、いいアイディアが浮かんでこない。明日にしましょう。僕は思いついたまま言った。でも早く帰った方がいいんじゃないですか？いいんです、嵐になってまた事故でも起こしたら大変ですから。よし、銀杏偉い、よくやった。しかし、まだ事故のショックが。僕はわざとらしく頭を押さえた。これは少し休まないと。仕方ないですね。じゃあ私の実家に来ませんか？見かねたのか川村巡査が言った。やったラッキー。そんな、なんだか悪いな。僕は心にもないことを言った。いや、遠慮しないでくださいよ。どうせ2、3日で帰るんでしょ？それぐらいだったら。川村巡査は言った。とりあえずはうまくいった。しかし川村巡査はやけに僕を村から追い出したがってるような気がするんだが、僕が得体の知れないよそ者だからだろうか、それとも村にいてはいけない理由でもあるのだろうか。とにかく怪我の方も心配ですから、ぜひどうぞ。じゃあお言葉に甘えて、僕たちは再び歩き始めた。通りを曲がり山の方に向かって歩いていくと、そこに村の分校が見えてきた。木造のなんとも懐かしい感じのする小さな校舎だ。虹子はここで教師をしていたんだな。僕は不意に彼女のことを思い出して校門の前で足を止めた。もしかしたらこの学校の中に事件を解く鍵があるかもしれない。そうだ、同僚だった教師に話を聞けば何かわかるかも。
どうしました？先を歩いていた川村巡査が言った。いやー別に。なんだかいいですよね。都会じゃもうこういった校舎はないんですよ。つい珍しくって。僕はうまくごまかした。ま、今のはまんざら嘘でもないんだけど。そう。ただ遊びに来ているのならば、それで済む話なのだ。しかし、今は彼女の事件の真相がわかるまで、目立った行動はできない。また追い出されそうになったら大変だ。ここは我慢して、後でゆっくり調べよう。私には、わかりませんね。川村巡査は少し呆れた顔で言った。私らにとっては、ただの分校なんですがね。さあ、とにかく急ぎましょう。川村巡査は僕をせかすように言った。川村さん。その時、校舎からジャージ姿の男が慌てて走ってきた。あ、水谷先生。どうも、ちょうどよかった。水谷先生は痩せ型で、教師というには何か迫力に欠けていた。どちらかというと頼りない感じがする。この教師は彼女のこと何か知っているのだろうか。2年生の隅田栄子を見ませんでしたか。汗をかきながら水谷先生が言った。いやー今日はまだ見かけてませんね。弱ったなぁ。いや、隅田さんが落っこって電話してきましてね。水谷先生は泣きそうだった。土地開発の会議で隣町に行くそうなんですが、連れて行くはずの娘がまだ戻らないと言うんですよ。もうとっくに帰ったはずなのに。あの子のことだから、多分裏山の丘で遊んでるんじゃないですか？川村巡査はのんきに言った。警官らしからぬ言葉だったが、こんな田舎じゃ誘拐事件の心配もないのだろう。そうですかね。もし見かけたら家に帰るように言っておきますよ。お願いします。何せあの人怒らせたらどうなるんだ。さあ行きましょうか。意外なほどあっさりとした口調で川村巡査は言うと、さっさと歩き始めた。待ってくださいよ。本当にこの人は警官か？僕慌てて後を追いかけた。さらに山に向かってしばらく歩くと、今度は村の駐在所が見えてきた。確かに外見は交番のような感じだが、そのすぐ横に洗濯物が干してあって、なんだかおかしな感じがする。駐在所というぐらいで、川村巡査にしてみれば自分の家なのだから、当たり前といえば当たり前の光景なんだろうけど。私は生まれも育ちもこの村でしてね。勤務の都合上、ここに妻と二人で住んでいますが、少し行ったところに実家もあるんですよ。川村巡査は言った。へえ、そうだったのか。じゃあ村のことについていろいろ知ってるのかな。僕は文校のことを聞こうと思った。英子ちゃんのことについて聞こうと思った。どっちがいいかな。英子ちゃんのこと気になるから聞いてみようかな。A 子ちゃんのことについて聞こうと思った。水谷先生の慌てぶりからして、きっと特別な存在に違いない。もしかしたら、彼女のことにも関係があるのかも。それで、さっきの A 子ちゃんのことなんですが、僕は思い切って川村巡査に聞いてみた。ああ、A 子ちゃんは、隅田さんのところの娘でね。と言うと、
隅田さんはこの村に古くから住んでいる名家の人でして、いわゆる村の実力者ってところですよ。へえ。最近では村の土地を買い集めてリゾート開発に力を注いでいましてね。まあそれで村の過疎化がなんとかなればいいんですけど。なるほど。それで、そりゃ水谷先生も慌てるわけだ。名家の娘がいなくなったとなればな。教師として責任があるもんな。特に水谷先生は隅田さんには世話になってますからね。もし何かあったら、まあそんな心配はないでしょうけど。川村淳さんはのんきに言った。ほんと警官にしてはのんきだな。駐在さん。その時だった。そこに大きな声がした。見ると村の娘が息を切らせて走ってくる。なんだかほっぺたの赤い素朴な顔で、お下げの髪が妙に似合っていた。おや、んー、なんて読むんだろう、畑さんかな。畑さんとこの夏希ちゃんじゃないか。どこに行ってたの。探したよ。どうしたんだい、そんなに慌てて。さっきうちのポチを裏山で散歩させてたんだ。ポチよね。そういえばしばらく見なかったけど大きくなったかい。ああ、おかげさんでね。でも外で散歩はダメだって言っただろう。もし暴れたらどうする。どんな犬なんだ。大きい犬なのかな。大丈夫だ。ポチはおとなしい牛だから。牛なのか。しかも大丈夫だって志村けんかな。牛にポチはないだろう。それでどうかしたのかい。川村淳さんは優しく言った。ああ、それでポチと散歩してたら川からこれが。そう言って娘は何かを指でつまむと、それを川村淳さんに手渡した。可愛らしい赤い靴だ。中には小さく2年隅田栄子と書いてある。ほら、やっぱり裏山で。受け取った靴を見て、そう言いかけた川村淳さんの笑顔が、どんどん青くなっていった。これなんか事件じゃない?大きく開いた目が地面を見つめ、靴を持つ手が震えている。川村さん?どうしたんだろう。とにかく僕は川村淳さんの見つめる地面に視線を落とした。うわ、思わず声を出してしまった。地面が見る間に赤く染まっていく。これは、血だ。その血は靴から滴り落ちていた。靴は血で真っ赤に染まっていたのだ。大変だ。川村巡査は叫ぶと同時に走り出した。やはり夜になるとめっきり冷え込んで白い息が上がった。英子ちゃんの名を呼ぶ無数の声。方々に散った松明の火がまるでこの世をさまよう人玉のように山の中をうごめいている。不気味な黒い雲がすべてのものを隠してしまい、時々泣き叫ぶような雷の音が響いていた。結局僕は黙って見ていることができずに、川村淳さんに強引にお願いして一緒に山の中を探していた。村中の人間が駆り出され懸命の捜索が続いたが、夜になっても未だに発見することができなかった。
一体どこに行ったのか。あの靴の血、何か嫌な予感がする。この役立たずが。僕のそばでは墨田さんが水谷先生を殴りつけていた。墨田さんは身なりのいい初老の男性で、いかにも村の実力者という感じだった。すいません。うるさい、こいつめ。水谷先生がいくら地面に頭をこすりつけても、墨田さんは容赦なく殴り続けている。まったく、この男は。あれほど娘から目を離すなと言っておいたのに。本当にすいません。もう水谷先生はそういうのがやっとだった。殴られて腫れ上がった顔が痛々しい。僕は選択肢か。ただ立ち尽くすしかなかった。見てられずに墨田さんを止めた。まあ主人公は、まあ言っちゃえば他人っていうか他の土地の人だからね。見てるしかできないかな。ただ立ち尽くすしかなかった。ただ立ち尽くすしかなかった。この村の人間は墨田さんに逆らうことができないようだ。それは川村巡査ですら同じらしく、これだけ水谷先生が殴られても止めに入る気配がなかった。村八部とはよく言ったものだ。きっと墨田さんに反抗することは村での孤立につながるのだろう。僕は閉鎖された狭い村の真実を少しだけ見たように思った。墨田さん。見かねたのか金山石が墨田さんを押さえつけた。先生、止めんでください。こいつが。落ち着くんだ。こんなところで騒いでおっても英子は出てきやせんのだぞ。金山医師の言葉に墨田さんは動きを止めた。英子。そしてゆっくりと振り上げた拳を下ろしてうなだれた。とにかく固まっていても仕方ありません。もっと散らばって探しましょう。そうだ、川村淳さんの言う通りだ。今一刻も早く英子ちゃんを見つけないと。僕たちはそれぞれ散らばってさらに山の奥に進むことにした。それにしても僕は一体何をやっているんだろう。つい2日前までは平凡で退屈な人生を送っていたのに、今じゃ松明片手に夜の山をあてもなく歩いている。夢でも見ているんじゃないだろうか。あの平和な生活が懐かしい。振り返ると何もない退屈な人生だけど、目の前に恐ろしい出来事が待ち受けているよりはマシだ。ニジコ、彼女はどうだったのだろう。きっとあの分校で平和な日々を送っていたに違いない。それがあんなことになってしまって、一体彼女の身にどんな恐怖が襲いかかったのか。何が彼女の命を奪ってしまったのだろう。あれ、ふと我に返るといつの間にか辺りには誰もいなくなっていた。おかしいな。しかしいくら辺りを見回してみても、不気味な森があるだけで声も聞こえなければ人の気配もない。そこには闇の世界が静かにあるだけだ。弱ったな。ぼーっとしてたからな。迷っちゃったかな。僕はかなり不安になった。川村さん。返事はない。どうしよう。ここは一体どこなんだ。うわ、
突然ものすごい音とともに近くで巨大な閃光が走った。雷が落ちたのだ。僕は驚いて思わずその場で頭を抱えて座り込んでしまった。びっくりしたな、もう。それにしても今のはかなり近くに落ちたみたいだ。何せ山の中だからな、気をつけないと。そう思って立ち上がった時だった。突然目の前の森が揺れた。何かいる。あの木の後ろに何かいる。よくわからないが、僕の方をじっと見ているようだ。自然と足が震え出す。心臓の鼓動がどんどん速くなっていく。どうしよう。川村さん？僕は思い切って声をかけた。ギャー。その時また近くに雷が落ちた。その途端謎の影は森に向かって走っていく。僕は恐怖のあまり叫びながらひっくり返ってしまった。ありったけの勇気を出して顔を上げてみる。しかしそこにはもうあの影はなかった。しかし今のは一瞬の光で相手の姿が少しだけ見えたんだけど、なんだか見覚えのあるような気がする。その時僕の頭に一人の少女のかすかな記憶が浮かんだ。そうだ、思い出したぞ。あの時の少女だ。確かに一瞬だったが、あれは間違いなく僕を救ってくれた少女だ。おい、待ってくれ。とにかくあの少女に事情を聞かなくちゃ。僕は立ち上がると森の中に向かって走り出した。道なき道をかき分けて森の中を進むと、少し開けたところに出た。辺りを見回すが、少女らしき人影はない。くそ、見失ったか。しかし、いくら思い出してみても、あれは間違いなくあの時の少女だ。やっぱり夢や幻覚じゃなかったんだ。それなら、なぜ川村巡査は僕に嘘を言ったのだ？どうして村にそんな少女はいないだなんて言ったのだろう。わからない。もしかしたら、彼女は村の人間ではないのか？だったらなぜ、こんな山に？ん？その時、ふと辺りを見渡すと、向こうの森に何かがあるのが見えた。暗くてよくわからないが、何かが立っている。あれはなんだ。僕はゆっくりと近づいていった。それは祠のようだった。祠だよな。これはなんだってこんなところにあるんだろう。随分と古いもののようだが、一体何が祀ってあるんだ。僕は選択肢だね。扉を開けてみるか、とりあえず触ってみるか。なんか開けたら罰当たりそうだけどね。とりあえず触ってみようか。とりあえず触ってみようと思った。何が祀ってあるかは知らないが、ここで触っておけばいいことがあるかもしれない。僕は恐る恐る祠に触った。何かいいことがありますように。銀南さん、うわー、突然後ろから声がした。驚いて振り返ると、そこには川村巡査が立っていた。どこに行ってたんですか。急にいなくなって心配しましたよ。
川村巡査はほっとした表情で言った。いや、ちょっと迷っちゃいまして。あー、びっくりしたな。祠の中から何かが飛び出してきたのかと思った。まったく、脅かすなよな。それで、見つかりましたか？僕は言った。ダメですね。もう行けるところは全部探したんですが。そうですか。とりあえず、川村巡査にはあの少女のことは黙っておこう。この奥の森は？僕は祠の向こうの森を指さした。まだですが。そうですか。行ってみましょう。待った。え？そっちは、ダメなんです。川村巡査は気まずそうに言った。何言ってるんですか。もう向こうしかないんでしょ？僕は少しイライラしながら言った。こんな時に、何をのんきなことを言ってるんだ？どうしたんだ？そこに金山医師と水谷先生がやってきた。びっくりした。人物出るんだね。右が金山医師。で、左が水谷先生か。あ、先生。銀杏さんが谷を探そうとして。その言葉を聞いた瞬間、全員が沈黙し、それぞれが顔を見合わせて立ちすくんだ。まさか、谷の連中が？そんなバカな。そんなことは絶対にありえん。谷の連中？あの森の向こうに谷があるのか？何を言ってるんだろう。みんなが青い顔をして黙っている。僕は少し焦った。どうしたんですか？早くしないと、英子ちゃんが。ダメなんだ。金山医師が重たい口を開いた。どうして？この先の森には入ることはできんのだ。なんだって？一体どうなってるんだ？水谷先生も川村巡査も僕を見つめている。一瞬、背筋に寒いものを感じた。みんな昼間の人のいい村人の顔ではない。金山医師はためらいながらも言葉を続けた。都会から来たあんたにゃ信じられんかもしれんがの、この森の奥には魔物が住んでおるんだ。え？魔物だって？この祠はな、その魔物を鎮める神が祀ってあって、その先の森に入ることは、昔からの言い伝えで禁じられておるんだ。金山医師は低い声で言った。魔物が谷を守っておっての、村の人間が森に足を踏み入れると、災いが訪れると言われておるのだ。僕は驚いて言葉が出なかった。本当にここは現代なのか？バカな。僕はどうにも納得がいかなかった。今そんなくだらない昔話をしてる時じゃないでしょ。もし向こうに。よそ者の貴様に何がわかる？金山医師は怒鳴った。人の良さそうな老人が鬼のような顔で睨みつける。たとえ、どんな理由があっても、その森に入ることは許されんのだ。魔物を怒らすわけにはいかんのだ。僕はその言葉に、すっかり頭に血が昇ってしまった。こんな時に、何をバカなこと言ってるんだ。もう我慢できない。じゃあ、村の人間じゃないよそ者の僕なら関係ないでしょ？そう言うと同時に、僕は森に向かって走り出した。よせ。自分の運命を変えるつもりか。
金山医師の悲痛な叫びを背中で聞きながら、僕は森の中に入っていった。もう後をついてくるものは誰もいない。森の中は闇の世界だ。何かさっきまでの森とは別の不気味で重たい空気が漂っている。確かに魔物が住んでいてもおかしくはないが、うわ、再び閃光が夜の闇に走った。まるで魔物の怒りであるかのように、まさか魔物だって。ふん、バカらしい。この科学が発達した現代に。しかし谷というのは一体何なんだろう。魔物が谷を守ってるって。わからない。自分の運命を変えるつもりか。不意に金山医師の叫びを思い出した。なんだってあんなことを言ったのだろう。自分の運命だって。そんなものはとっくに変わってしまったさ。その時だった。突然目の前が開けて、信じられない光景が僕の目に飛び込んできた。血だ。あたりの木々に血がついている。最も恐れていた光景を前に、僕は思わず目を背けた。しかしいくら必死に目を閉じても、生臭い血の匂いが僕を恐怖の世界に引きずり込む。どんなに否定しても最悪の結末ばかりが頭に浮かぶ。先に進もう。そうだ、今現実を見るしかないんだ。たとえどんな結末が待っていようとも、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。僕はそう自分に言い聞かせると、なんとか震えを抑えて再び歩き出した。そしてしばらく歩いたその先に、無情な答えはあった。そこは真っ赤な森だった。あたりの木々のほとんどがべったりと赤い血で染まっている。そして地面に広がる血の海の中心には、人間のようなものが横たわっていた。それは悲しいくらいに細くて小さく、気が遠くなるほど真っ赤だった。喉だろうと思われるところがズタズタに切り裂かれ、そこからはまだ血が噴き出している。うわー、情け容赦ない現実を前に、僕は叫ぶことしかできなかった。翌日、冷たい雨が降る中、隅田栄子の葬儀が山間の小さな寺で行われた。はい、じゃあ今回はここまでにしておきます。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。